テイコールサックス病、テイコールサックス病、テイ、サックスディジーズ、TSD と省略され、GM2 ガングリオシド質として知られるは、有害量のガングリオシド GM2 と呼ばれる脂質が、脳内の神経細胞に蓄積されて起こる命的な遺伝性疾患。常染色体劣性パターンで遺伝する。この病名は、目の網膜の赤い斑点について年に、 初めて記述したイギリスの眼科医、ウォーレンテイと、この病気での細胞の変化について記述し、1887年の東欧系ユダヤ人による流行の増加について言及したアメリカの神経精神科医、バーナード・サックスにちなむ。テイコール・サックス病の新生児は生後6ヶ月までは正常に発育する。その後、神経繊維が油様物質によって成長。 拡大するにつれ、精神、身体能力の著しい低下が起こる。漢字は、もう、ろうとなり、咽化もできなくなる。筋萎縮が始まり麻痺が起こる。20代あるいは30代初めの患者に起こるより、稀な病形は、歩行失調と進行性の神経学的機能低下を特徴とする。本性の患者では、目の奥の方、網膜に、ラんぼのような赤い斑点が見られる。 この病態は、ガングリオシドとして知られる、酸性油様物質の生原性、分解を触媒するヘキソサミニダーゼ A と呼ばれる、酵素の活性不足により起こる。ガングリオシドは、乳幼児期における脳の発達に伴い急速に生、合成され、生原性、分解される。テイコールサックス病の患者やは、ヘキソサミニダーゼ A の活性を測定する簡単な、 血液検査で判別することできる。本性に罹患した子が生まれるためには、両方の親が保因者であらねばならない。希望者には、妊娠中に出生前検査をすることも可能である。医学的根拠について承述すれば、低コールサックス病は、常染色体劣性の遺伝形式をとる。もし両親ともに保因者であれば、1回の妊娠につき25%の確率で患児が生まれることになる。 この病気は、ライソゾームの酵素である βN、アセチルヘキソサミニダーゼ A の α サブユニットをエンコードしているヘキサイ電子を含む15番染色体の変異により生じる。この酵素は、脳や神経細胞にある GM2 ガングリオシドからの N ガラクトサミを除去するのに必要である。ヘキサイ電子に関しては90以上の変異が確認されている。 この変異には、塩基体の挿入、塩基体の欠損、再配列変異、点突然変異があり、これらはすべてタンパク合成に異変をもたらす。例えば、エクソン11での4塩基体の挿入は、ヘキサイ電子の読み込みのことを引き起こし、3塩基体の欠損では、ポジション304のタンパク合成におけるアミノ酸の一種、フェニルアラニンの脱落が生じる。 アミノ酸180における GC の点突然変異はポリペプチドの翻訳の収支を引き起こすユイシーワグというコドンの変異をもたらす。アミノ酸170での GA の点突然変異はアラギニンの代わりにグルタミンを作り出す CGA ガや CGG チャーというコドンの変異をもたらす。イントロン12の再配列部位の中の GC の変異もまた確認されている。 この変異では、制限酵素ドルの認知場所を作ることにより、異常なスプライシング、再配列や異常な mRNA 種の産生をもたらす。TSD の保因者頻度の高い集団においては、保因者を突き止めるのための遺伝子検査が行えるよう、遺伝子カウンセリングを行うことが望ましい。双方が保因者であるカップルに対して、着床前遺伝子診断を行うということも考えられる。 選択的中絶が合法とされる国々では、このような方法について実行する余地があると言える。正統派ユダヤ人、正統派ユダヤ教を信奉する人々の集団では、同友利ムという団体が匿名のスクリーニング検査を実施することにより、集団内の保護接合対立、イコール発症率の低減や、保因者に対する偏見の防止を遂行している。 プロアクティブテストは、東欧系ユダヤ人の間での低イコールサックス病の発生を排除するのに大変効果的である。2003年に、北米では10例の本省漢字が出生したが、ユダヤ系は皆無であった。イスラエルでは、2003年には本省漢字の出生はただ1例のみであり、2005年、初等の予備統計結果では2004年の出生例は、皆無であった。 メッシュのところ TSD を効果的に治療、治癒する方法はない。最重度の患者の場合は5歳程度の寿命で死に至ってしまうが、最近は医療ケアの進歩により10代後半から20代に至る患者も増え、インターネット上に闘病、育児記録が上げられるようになった。研究は続けられており、いくつかの治療法が模索されているが、 それらが実用化に至るまでには重大なハードルが依然存在している。科学者らによって模索された最初の治療法は酵素補充療法であった。失活したヘキソサミニラーゼ A に代わる機能的な酵素を患者に注入するというものでインスリン注射に類似した方法である。しかし脳の血管は数々の有害なまたは大きな分子が 神経細胞内に侵入し、ダメージを及ぼさぬように、その接合部が非常に隙間なく発達しているため、この大きすぎる酵素は、血液脳関門を通して血液から脳へと移動し得なかった。研究者らはまた、脳が浸っている脳脊髄液に、ヘキソサミニダーゼ A を注ぎ込もうともした。しかしニューロンは、たとえ大きな酵素が細胞に隣接していても、 それを効率的に摂取できなかった。そのため治療は依然効果がなかった。科学者らによって検索された最新の選択肢は遺伝子治療である。しかし科学者らは遺伝子をニューロン内に移植するには酵素を移植するのと同様に難しく、その技術には未だにあと数年を要すると考えている。現在のところ遺伝子治療を含む多くの研究はニューロン内に 新しい DNA を運ぶためのウイルスベクターを使う方法の発展が関与している。もしも欠落遺伝子が脳内の至るところで痴漢されたならば、テイコールサックス病は理論上を感知することになる。他に未だ研究中であるが高度に実験的な方法として GM にガングリオシドの脳内代謝の操作に関与する方法がある。ある実験ではシアリガーゼという酵素を用いて、 遺伝子欠損が効果的に回避され、GM にカングリオシドがほぼ無害な状態に代謝されたことが示された。もしも、ニューロン内で、ライソゾウムシアリダーゼの生合成増加をもたらす、安全な薬理学的法が開発されうるのであれば、病気を根治させるような治療の新しい形の兆しが見えるだろう。歴史的に、ユダヤ系東、ヨーロッパ人の人々は、 テイコールサックス病や他の脂質代謝異常症を効率に発症する。米国においても一般人口の1、200が保飲者であるのに対して、東欧系ユダヤ人では1、27である。フランス系カナダ人や彼らと同祖のルイジアナ州に住むケイジャンの一群もまた、東欧系ユダヤ人らと同じ1、27の保飲者比率を示しており、アイルランド系アメリカ人の間では、 保因者比率は1、50出る。役者中、この部分は、英語版をそのまま掲載した。ベースとインパートンザテイ、サックスディジーズインフォメーションページオブザ、ナショナルインスティチュートオブンリーロジクルディソルダース、アンドストローク。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。